山陰の空の色をイメージさせる淡い水色が美しい青磁、素朴な風合いが特徴の染色作品。鳥取市の鳥取県立博物館で中国地方の工芸家が集う公募展、日本伝統工芸中国展が開催されています。今回の展示では陶芸、染色、人形など7部門136点の応募から入賞作品など116点を展示。今日も多くの人が優れた作品の数々をじっくりと鑑賞していました。特別賞の金重東洋賞に選ばれたのがこちらの備前焼。備前焼の風合いと造形技術の高さが評価されました。そしてこちらは鳥取県在住の陶芸家で人間国宝の前田明宏さんの白磁。山陰の雪景色を思わせる白と様々な表情の影を生み出す形にこだわった作品です。使うことと美しさっていうのが何よりも工芸の特徴だと思っています。中国地方の多彩な工芸が並んでいますので、これをぜひこういう機会にたくさんの人に見ていただきたいと思います。この展覧会はあさってまで鳥取県立博物館で開かれています。また展覧会に合わせ鳥取市の丸友百貨店では来週火曜日まで県内の作家が出品する小物の販売会が行われているということです。